イギリス領香港は1841年1月26日から1997年6月30日までイギリス統治下にあった香港を指す。この間はイギリスの設置した香港成長による統治が行われた。なお1941年12月から1945年8月までの太平洋戦争中、香港は日本による占領を受けたため、 イギリスの統治は中断した。アヘン戦争中の1841年1月26日に、チャールズ・エリオット大佐率いるイギリス軍が、香港島に上陸し島を占領する。イギリス領有を宣言し、エリオットは、香港行政官に就いた。翌年の南京条約により、香港島はイギリスに永久割譲される。 1843年6月、初代香港総督に、サーヘンリー・ポッティンジャーが、就任、植民地としてのイギリス統治が開始された。さらに1856年に勃発したアロー戦争の結果、1860年に、北京条約が締結されて、急流半島もイギリスに割上される。そして、イギリスをはじめとした西欧列強が、中国進出の圧力を強め、 1898年7月1日には、急流以北、新鮮川以南の深海地域の咀嚼に成功した。この地域の咀嚼期限は99年間とされ、1997年6月30日をもって切れることになっていた。1860年代のビクトリアハーバー1870年代のセントラル、中国大陸における、 イギリス資本主義の拠点となった香港では植民地統治機関である香港成長のもとで19世紀末から20世紀初にかけて河南貿易の基地として発展する。1884年には法鉢に高架香港裁判会の競馬場が建設されてイギリス人の社交場となり1877年には香港西市所院が創立され 1910年には総合大学である香港大学に発展する。経済面では1865年に創設されたイギリス資本の香港上海銀行が極東最大の銀行に発展し、地域通貨として初期には銀貨が使用され、後の1935年には香港ドルが発見された。1928年に 南京国民政府が成立すると、清市栄館で締結された不平等条約の改定を目指したが、イギリス側は交渉に応じなかった。なお当時の中華民国と深海の国境線は解放され、中国人は自由な往来が可能であった。1941年12月8日に太平洋戦争が勃発すると、 堺隆中将指揮下の陸軍第23軍が香港のイギリス軍に対する侵攻を開始した。12月25日、マーク・ヤング総督は日本軍に降伏した。1945年8月の日本の降伏まで3年、8ヶ月間にわたる日本統治期を香港では3年08、5月と呼ぶ。日本の占領下では、 脱イギリス化政策を実施し、公用語であった英語の使用を禁止し、代わりに日本語の使用を指導した。ネーザンロードのようなイギリス式の主要地名を、カトリ通りのような日本式の地名に解消した。香港ドルに代わる貨幣として軍票が大量に発行され、香港経済に深刻なインフレーションを引き起こした。イギリス系企業や銀行が営業を停止したことや、 日本と戦闘状態にあった中華民国本土との貿易が大幅に減少したのみならず、イギリスの植民地が多くを占めていた東南アジアやオーストラリアなどとの貿易が完全に止まったために、香港は経済的苦境に立たされた。戦後、戦勝国の一国として国際連合安全保障理事会の常任理事国となった中華民国はイギリスに、 香港の主権以上を要求したが、間もなく発生した国境内戦のため交渉は不調に終わった。国境内戦の結果中華民国の中国、国民党政府は台湾に逃れ、1949年には中国共産党による中華人民共和国が成立している。共産党政権の成立に伴い、 共産主義に反発する多くの中国人が大陸から香港に逃れ、廉価な労働力を提供するとともに、スワイヤー、グループやジャーディン・マッセソンなど技術と資本を持ったイギリスを中心とした外国資本や歌人資本も上海から香港に本拠を移し、香港の経済発展に少なからぬ寄与をした。当喧嘩やアンソンちゃんなど香港の歌人エリートの中に、 上海人が多いのも、このような背景による。エリザベス二世以上の肖像画が描かれた1962年の、香港切ってこの頃世界中のイギリスの植民地では、独立運動が活発化し多くの植民地を放棄したが、1949年以降香港に隣接する中国大陸を支配するようになった、中国共産党を率いる中華人民共和国は、 香港の主権を棚上げしたまま、イギリスとの国交樹立の交渉を進め、1950年、イギリスは中華人民共和国を国家承認して、国交樹立に動き、中華民国とは、台湾に駐在する、領事館を残した。これは、西側諸国としては最も早い中華人民共和国への国家承認であった。これを受けて、イギリス政府は、 将来の香港の主権移譲先を今や香港から遠く海を隔てた台湾周辺を中心とした限られた地域のみを統治することになった中国国民党を率いる中華民国から香港に隣接する中国大陸を新たに支配することになった中国共産党政府率いる中華人民共和国へと変更したその後の冷戦下で発生した朝鮮戦争に 中華人民共和国が介入して西側世界から孤立すると香港が中華人民共和国にとって西側世界との唯一の窓口となったこのような状況は1967年に起きた文化大革命の終焉まで続くこととなった文化大革命や大躍進政策などにより多くの人が香港に逃れたこれらの人により香港の人口は急増した これらの人を逃げ校舎という文化大革命が起こると香港でも中国共産党の影響下にある住民を中心にした暴動が発生し公衛兵が新鮮方面から越境しイギリス軍や香港警察と国境付近で小規模な銃撃戦が起こることもあったさらに暴動を鎮静化させる過程でデモ隊に負傷者が出るとこれに対する謝罪を 中国共産党政府が香港成長に要求し、さらに人民解放軍部隊を国境付近に移動させるなどの恫喝を行った。しかし間もなく共産党政府のナンバー2で、恩恵派の周恩来が、長期的な利益から香港を回収しない方針を明らかにし、香港暴動は沈静化した。戦前の香港は、イギリスの植民地支配下で、 中国大陸と諸外国間の中継貿易港として発展し、香港政府は古典的なレッセフェールに徹していた。しかし、朝鮮戦争が勃発すると、国連による中華人民共和国への経済制裁が行われ、中継貿易への依存ができなくなった。その代わり、中華人民共和国から中国共産党による一党独裁を避けた難民が流入し、 彼らが安価な労働力となり香港の製造業を支えた。加えて、ベトナム戦争の終結後に、南ベトナムから、ボートピープルが流入した。なお増え続ける香港への流入人口を食い止めるために、1984年以降は、許可を持たない、中華人民共和国からの密、入国者はすべて送還する政策が取られた。 香港成長も大量に押し寄せた難民に対処する過程で住宅供給や市街地の拡大に伴う開発プロジェクトを行うようになる。ただし政府規制を極力抑え低い税率を維持するなど過剰な経済への介入を避けた。これが積極的不介入主義である。1960年代には水不足危機に陥り、 中華人民共和国の上がりへから香港に送水するパイプラインも築かれた。1970年代からは、繊維産業を中心とする輸出型の軽工業が発達し、後に香港最大の財閥を率いる理科生のような企業化を排出する。さらに1960年代以降の旅客機のジェット化、大型化を受けて、 航空機による人と貨物の輸送量が急上昇し、香港が東南アジアにおける流通のハブ的地位を確立した結果、1980年代から1990年代にかけて香港はシンガポール、中華民国、韓国とともに経済発展を遂げたアジア4省流あるいはアジアニーズと呼ばれるようになる。 1980年の香港中心部1990年代の香港1970年代に入ると咀嚼地深海の咀嚼期限が次第に近づいてくるためイギリス政府は深海咀嚼の延長を中華人民共和国に求めたが中華人民共和国は応じなかったこの頃には咀嚼期限問題にどのような結末をつけるかまだ誰にも予測できなかった その後1980年代に入ると中華人民共和国の改革開放政策が進展し、香港の製造業は国境を越えて中華人民共和国側に進出。香港は金融、商業、観光都市となっていった。マーガレット・サッチャー首相はイギリスが引き続き、香港を植民地支配下におけるよう求めていたが、中華人民共和国は 港人地公を要求して、これに応じず、党将平は、サッチャー首相に対し、イギリスがどうしても応じない場合は、武力行使や、給水の停止などの実力行使もあり得ると示唆した。サッチャーは予想外の党将平の強硬姿勢にショックを受け、会談を終えて、人民大会堂を出るとき、足元がふらついたという。1984年12月19日、 中英双方が署名した中英共同声明が発表され、イギリスは1997年7月1日に香港の主権を中華人民共和国に移譲し、香港は中華人民共和国の一特別行政区となることが明らかにされた。この中で中華人民共和国政府は当昌平が提示した一国両制政策をもとに社会主義政策を 将来50年にわたって、香港で実施しないことを約束した。この発表は、共産主義の一党独裁政府である、中華人民共和国の支配を受けることを喜ばない、香港住民を不安に陥れ、イギリス連邦内のカナダやオーストラリアへの移民ブームが起こった。その後、1989年に、北京で64天安門事件が発生すると、香港では、 民主発信時の大規模デモが行われ、先制的で強権的、かつ国民に対する武力行使も辞さない、中華人民共和国の本質が明確になったとして、再び移民ブームが巻き起こった。大部分の香港移民は、イギリス連邦の構成国である、カナダ、オーストラリア、シンガポールなどに向かった。1990年4月4日、 香港特別行政区基本法が制定されると、香港人の不安は、一応、沈静化した。しかし、1992年に、クリストファー・パッテンが、香港総督として着任すると、主権以上を前に、香港の政治的な民主化を加速させたため、中華人民共和国との関係が緊張した。ただ、このような政治的動揺や、移民の大量流出にもかかわらず、 経済的には中華人民共和国資本の流入によって主権以上前の香港の不動産市場や株式市場は空前の活況を呈した。1997年7月1日に香港は正式にイギリスから中華人民共和国に主権が移譲され、最後の総督となったパッテンは香港を去った。 パッテン時代に直接選挙を実施した立法局は北京が成立させた臨時立法会を経て立法会にとって変わられ中華人民共和国政府と深い関係にある富豪の当県下が初代香港特別行政区行政長官となったこれまで香港に君臨してきたユニオンジャックとエリザベス2世の肖像は姿を消し5世後期が香港に翻った 香港は事実上、イギリス最後の植民地だったため、その返還はイギリスをはじめとする欧米の報道では、史上最大の帝国だった大英帝国の終焉であるとされた。ありがとうございます。